それでは、次の私たちの仲間を紹介します。刻一点、いつも楽屋ではちょっと寂しい思いをしている天地こと菊池雅美さんです。どうぞ。愛し合ってるかよ、さっき言いましたね。もうね、相変わらず僕一人かと思ったら、今日はねバンドの皆さんがいるから心強い。本当にみんな彼女連れてきてくれた今日。あ、寂しいやつらだないやでもね、見ていて気がついたと思うけれど、みんな踊りとか入れてね、まあ、僕の場合はほらこういう感じで、今日は応援団風、高校時代自慢じゃないですけど僕副応援団長だったんでね、それを今回生かしてみたんですけど、いかが